最上橋は、山形県西村山郡大江町及び、佐賀江市にあるもがみ川に架かる橋。旧最上橋と震災上橋の二つが現存し、どちらも強用されている。旧最上橋は1940年10月に完成。佐賀江市と大江町を結んでいる。色は灰色。もがみ川の流通、往来及び、あてら川町上の景観の重要な構成要素の、 一つとされ、2003年には土木学会戦勝土木遺産に選定されている。川と橋が織りなす景観は、水橋の街のシンボルとなっている。三連アーチの構造が特徴で、綺麗な繁栄を描いていることから、太鼓橋との愛称でも親しまれている。素材には、鉄筋コンクリートが使われ、欄干もコンクリートで作られている。橋の中央4ヶ所に、バルコニーがあり、 歩行者の退避所見展望スペースとなっている。湖岸は浸水公園として整備されている。斎藤も基地の下避やかつての川港を示す、桜町と戦場跡も存在する。毎年8月に行われている水橋大江夏祭り、道路を流し花火大会の会場としても使用され、震災状況の完成後も、救済状況一体がイベント空間として利用されている。 2014年の山形デスティネーションキャンペーンではこれに合わせ旧最上京のライトアップがなされた。初代の最上京は1883年に完成した。1882年に大江町の左沢軸の住人であった民谷玄五郎らが中心となり、山形方面への重要な街道であった中郷村への佳橋を計画したことが始まりである。 当時の左沢軸は埼玉川周運の中継地点であり、商業の町として栄えていたという。当時ここでは、もがみ川の上流部と下流部から船で運ばれた荷の積み替え作業が行われていた。このことから、対岸の中郷村とは、橋ができる前から経済上のつながりが強く、河橋にあたり中郷村からも、費用と妊婦の協力があった。 建造に用した経費は1000円余りで210円を中郷村が負担している。中郷村から左沢村へ買い付けに行く人などに当時は利用された。初代は木造の橋であった。1889年、町を襲った大洪水により最上橋が落橋した。その後も橋は修理とかけ替えを繰り返し維持をし、存続していた。しかし、 度重なる水害等の影響で損傷が激しく、初代の橋は危険な状態にまで陥ってしまった。掛け替えの繰り返しにより、永久橋の架橋を求める声も以前からあり、1938年に東北新興土木事業として国庫補助を受け、1939年2月、山形市の土木建築教育業の佐藤総治が約8万円で、 架橋工事を受け負った。一年八ヶ月後の1940年10月に、現在の旧もがみ橋が完成した。1990年には補修工事が施されている。旧もがみ橋が完成後、60年余り国道458号の一部として、組まれた。しかし、旧最上京は、福音が5.5メートルと狭く、10トンを超える車の、 通行は禁止で通年の片側交互通行規制がかかり、車社会へと時代が移り変わるにつれ不便な状態が続いていた。国道458号そのものが現在も日本で唯一車両通行可能な未舗送6巻を残すなどとして国道とされており、国道458号に含まれていた時代は大型車通行規制のためゲートの設置を理由に、 かつての国道421号の石暮峠や国道354号の旧時間用大橋と並び国道マニアの間で日本三大国道維持役ゲートと揶揄されていた。後に国道458号のバイパス化と新しい橋の架橋が計画され、2003年12月18日、上流に工術の新最上橋が完成した。これにより、 旧済状況は国道458号からは外れたが、町民からの存続の声などもあり、取り壊しなどは行われず、現在も重量制限を設けながら現役橋として利用されている。震災状況は2003年12月に完成した。旧済状況の上流、約200メートル上流に国道458号の一部として新設された。 救済状況の難点であった幅は約10メートル増え、大江町と佐賀市を結ぶ基幹道路として活用されている。立山公園からの眺め。手前が救済状況、奥が震災状況。ありがとうございます。